イオンモール、痛みテラス時代の外観ダイヤモンドシティテラス時代の外観イオンモール伊丹は、兵庫県伊丹市にあるモール型ショッピングセンターである。ジャスコ伊丹店を各店舗、ダイヤモンドシティテラスとして2002年10月10日に開業した。地上5階地下1階建ての建物内に高い天井のある広い通路がある開放的な空間となっており、開業時の売り場面積約5万2千。 平方メートルであった。トイザラスや無印良品、フラキサスの大型店を中心に143店が出店していた。伊丹駅の北東にあり、荒木村重の居城として知られた駅の西側にある有岡城、本丸跡から JR 宝塚線をまたぐ歩道橋と接続していることから、その歩道橋を通じて、駅や駅の西側の地区と結ばれている。2006年春には、 ジャスコ部分のリニューアルと専門店ゾーン1階の店舗の入れ替えが行われた。2008年11月26日に開業した阪急西宮ガーデンズとの競合で強い打撃を受けることが想定されていたため、同年8月から全体の7割にも及ぶ大幅なテナントの入れ替えを行って、同年11月20日に新装開業している。 東洋ゴム工業伊丹工場の跡地に4グループのダイヤモンドシティが東洋ゴム工業グループの愛シティと共同でダイヤモンドシティ伊丹ショッピングセンターとして計画を立案したのが始まりである2000年5月に計画の概要がまとまり2001年11月12日にダイヤモンドシティ伊丹テラスとして非公式を行って着工しており開業時のダイヤモンドシティ イタミテラスがこの時点ですでに用いられていた。その後、投資説は2007年8月21日にイオンモールがダイヤモンド式と合併したことに伴って運営母体がイオンモールとなり、イオンモール、イタミテラスと解消された。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日に イオンモール痛みに再解消した。なお、各店舗のジャスコ痛み店は、2011年3月1日に、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴って、イオン痛み店に解消した。阪急痛み駅前の痛み市痛み町にあった1971年4月1日に、開店した店舗で、1995年1月17日に、発生した。 阪神大震災で、阪神、淡路大震災による店舗の損壊が、最もひどい店舗で、営業再開が遅れた。当店の開業前から、JR 伊丹駅西口に、関西スーパーマーケットアリオ店、近くの阪急伊丹駅の駅ビル1階に、イカリスーパーマーケット阪急伊丹店があり、駅に隣接する伊丹ショッピングデパートの1階に、関西スーパーマーケット駅前店。 さらに阪急伊丹駅から徒歩5分ほど歩いた場所に、関西スーパーマーケット、伊丹中央店と AS 伊丹店が商店街を挟んで出店している、スーパーマーケットの激戦地となっている。しかし、投資説は、こうした競合にもかかわらず、開業から翌年2003年8月20日までに、予想の来場者、数百零零零零人で年間売上高300億円を、 大幅に上回る来場数1650万人で、売上高325億円を記録するなど、好調な滑り出しとなった。この投資説の好調さなども影響して、運営会社のダイヤモンドシティの2003年2月期単体決算は、ショッピングセンターの不動産賃貸収益が20.5%、増加した影響などで、営業収益が14.5%増加するとともに、 経常利益も42.2%増加という大幅な増収増益となった。その一方で、投資施設の開業により、周辺地域の競争が激化したことの影響を受けた、地元の伊丹市に本社を置く関西スーパーマーケットは、2003年9月中間期の単体決算は前年同期比で既存店の客数が1.5%減少して、 売上高は4.1%減少し、経常利益と当期準利益が50%以上減少することになった。2008年11月26日に開業した阪急西宮ガーデンズとの競合で強い打撃を受けることが想定されていたため、同年8月から全体の7割にも及ぶ大幅なテナントの入れ替えを行って、同年11月20日に、 真相開業して対応している。また、伊丹市内に2011年3月25日に、イオン・伊丹ミ用ショッピングセンターが開業しており、イオングループ内での自社競合も生じている。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。 東方シネマズ・イタミ東方シネマズ・イタミは、イオンモール・イタミの4階に出展している、シネマ・コンプレックス。2007年9月24日までは、イタミ東方プレックスという名称であった。かつて市内には、阪急・イタミ駅近くに、イタミ・ローズグリーン劇場と称する小規模な映画館があったが、当館の開業を前に閉鎖されており、結果として当館が、イタミ市内で、 唯一の映画館となっている。全スクリーンでデジタル上映に一部のスクリーンで 3D 作品の上映に対応している。ダイヤモンドシティテラスに関するカテゴリー。ありがとうございます。